まあ、私今50なんですけど、ですから就職活動って言ってももう30年近く前ですけど、その頃は今みたいな3年生から就職活動やるなんてないわけですよね。まあ、リクルートの就職情報誌はドカンとこんな分厚いのが当時から始まったぐらいの頃だったのかな。今みたいにそのエントリーシート書いて、でそれぞれ何十社も企業との関係で説明会に顔出したりとか、そういった状況っていうのは今この数年かって10年間ぐらいの特徴なわけですよね。だから歴史的にね、今みたいな状況は続いてるわけじゃない。そういう意味じゃかつてないような異常な事態が今生まれてるんだっていうことがまず前提としてね、考えなくちゃいけない問題だと思うんですよね。で結局その就職なんていうのは深刻だから、結局一人一人が一生懸命頑張って求職活動をやるんだけれども、その結果で決まらないっていう人もまだまだたくさんいる。今言ったように内定の状況って言っても諦めた人は入らないわけだから、そういう人を含めれば多くの方々が学生が就職で悩んでる状況っていうのは深刻な事態だと思うし、でそれをまあ自分の責任だって多くの人は思ってるんだけど、いやその前提としてこういう就職難になっている、こう就職氷河期を作り出しているこの経済社会状況そのものがこう問われなくちゃならないということをね、歴史的な経過からやっぱり私たち捉え直す必要があるということを改めて思っています。それで私もちょっといろいろ調べ てなるほどなと思ったんだけど、厚生労働省が出している白書に労働経済白書っていうのがあります。でこの労働経済白書の2012年版がこの若者 の雇用労働状況について報告をまとめているんだけど、でそこでそれぞれの世代別のね、その新卒での正規採用の割合がどれだけかっていうのをグラフにしてるんですよ。で改めて確認してほしいんだけれども、ちょっとこれで言いづらくて申し訳ないんだけど、一番下にこの横軸っていうのがそれぞれの年代で世代別に見た非正規雇用の割合、非正規雇用の割合ですよね。で58年から62年生まれ、私61年生まれだから今50前後の人が一番下のグラフなんだけれども、その人たちが20歳代の前半の時に非正規だった割合っていうのは 12% ぐらいなんですよ。これは女性も同じです。でそれがどん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 非正規の割合が高くなっているわけで、例えば78年から82年生まれの人は非正規の割合が37% になり、で1983年から87年生まれの人は 40% を超えてるわけで、女性の方も同様にもう5割近くになっています。つまりこの今の20歳代前半の人にしてみると非正規の割合っていうのは半分と、かつては 10% で、それだけの大きな変化がこの20年30年で生まれてるんだということなんですよね。でこういうのは例えば大手メーカーなどで の新規採用、そもそもその大手メーカーで採用している正規社員の数っていうのはどんどん減っていて、だいたい94年ぐらいには270万人ぐらいいたのが今では187万人ということですから3割ぐらい減っているんです。つまり製造業で正規雇用で採用している人の数っていうのがこの十数年で大幅に縮小しているっていう状況が生まれています。でこれはじゃあ景気が悪いからという話もあるんだけれども、景気には上がり下がりの波があります。じゃあ景気が良くなった時には採用が増えて、あるいはその働く人 その取り分が増えたのかといったら、そうはなっていないっていうのも労働経済白書がグラフにしています。でこれは景気回復局面における企業の経常利益、一人当たりの経常利益と一人当たりの賃金をグラフにしたもので、ちょっとこのグラフ分かりにくいんだけれども、これが経常利益が横軸で
で現金給料のパーセントっていうのがこの縦軸になってるんだけど、あの1980年代とか1990年代の前半ぐらいまでは企業の儲けが増えると働く人の給料が増えるっていう傾向にあるんですよね。でそれなのに1990年代の後半以降は企業の儲けが増える、つまり景気回復局面で企業の儲けが増えたにもかかわらず働く人の所得がね増えていない、あるいは減っている、こういう状況にあるわけなんです。つまり景気が良くなろうが悪くなろうが企業側は働く人に対して還元をしていないと、そういう中で新規採用も抑制をするという傾向がずっと続いてきているっていうのがこの間の大きな特徴になっているわけなんです。それで、ここにもちょうどこれは C さん の予算委員会のパネルですけれども、この一番左側のグラフにあるようにこの勤労者世帯の可処分所得 と消費支出ということで、働く人の取り分というのが90年代の前半は増えているのに、95年以降下がってるって話なのね。これは消費税増税との関係でも取り上げられるんですけれども、そもそも働く人の取り分が95年を転機にしてその後大きく減少している傾向っていうのが今の日本の現状になっています。でそういった転機となっているのが90年代の半ばになっています。で90年代の半ばに何があったかっていうと、消費税の引き上げもあったけれども大企業 の労働対策を行う日本経営者連盟日経連というのがあって、今日本経団連に統合されていますけれども、その日経連が1995年に新時代の日本的経営という方針を出しました。つまりそれ以前というのは基本は働く人というのは正社員中心だったんです。もちろん女性が結婚とか出産を機に、職場を去らざるを得ないような状況に置かれている、こういう問題なんかはあったんだけれども、基本は正社員中心の採用だったものを、この日経連の方針というのはこれからは正社員中心のやり方はやめましょうということを出して、一部の高度人材、企画をやるようなそういうエリートは正社員で採用するけれども、専門職については、例えばシステムエンジニアみたいなそういう人については、その特定の職種においては雇用は保障するけれども、それ以外の一般の労働者サラリーマンについては非正規中心でいいじゃないかと、柔軟型の雇用だという三分類をしたっていうのが大きなこの日経連の方針の特徴だったんですよね。でそれ以降この財界の要望に応えて政府が行ってきたのが労働分野の規制緩和でした。例えば派遣法を改悪をして短期で採用して使い回しができるような雇用形態を、以前はごくごく限定した職種だけだったのを一般化をして製造業にも拡大をして、ほとんどの職種で派遣労働を可能にするし、有期雇用といわれる非正規の使い方についてもあくまでも例外的な使い方だったのを、その年数も増やすことによって正社員並みに働かせるような仕組みっていうのを90年代の後半から2000年代にかけてずっと行ってきたっていうのがこの間の傾向だったわけです。でそういうふうに企業側が財界側の要求で労働分野の規制緩和が進んだっていうのが雇用発火も生み出したし、学卒者の就職難を生み出してきたっていうのが大きな変化だったわけです。でこういった就職難を作り出してきたこういう使い捨て労働を拡大をするっていう仕組みと日本経済が落ち込んでるっていう根は一緒だということが大事だと思うんですね。でこれも以前C さんが予算委員会で取り上げたグラフなんですけど、世界の先進国と比較をして日本の特徴は何かということを明らかにするためのグラフになってます。で左側がGDP 経済成長、この10年間を取ったときに
他の国、カナダとかアメリカとかイギリスとかフランス、イタリア、ドイツっていうのは GDP が増えています。でそれに対して日本はほとんど経済成長のない停滞をした国になっている。でその要因は何かというと、右側にあるように雇用者報酬の伸び率に特徴があって、働く人の収入がこの10年で増えているかどうか。で他のイギリス、カナダ、アメリカ、フランス、イタリア、ドイツなども増えている。経済成長も伸ばして、働く人の取り分も増えている。それなのに日本は働く人の取り分がマイナスなんです。要は働く人の取り分を増やすっていう方向に進むっていうことが経済の持続的な発展の保障を作ってくる。日本のように働く人の取り分を減らすっていう方向ではまともな経済成長も生まれずに、今の就職難の打開もできないということにもつながってきます。でそういう点でもこの間の労働分野の規制緩和そのものをこう改めるっていう道に踏み出すことなしに、この今の就職難も打開できないということであるわけで、今言ったようにこのソニーがあのエントリーシート始めたっていうのは93年だって言われてるから、それじゃないわけですよ。でそういう意味でも今みたいなスタイルってのはこの十数年で作られてきてる。前倒しで3年生の夏休みぐらいから就職活動をやらされるっていうのはこの十数年で起こってることだと。だとしたらこの間に起こった今述べたような労働分野の規制緩和と一体に、働く人の労働条件をどん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 悪くする、そういう政治の転換と一緒に、やはり学生は本来の研究教育環境をきちっと保障する、そういう取り組みにこうつなげていくっていうことが改めて大事になってきていると思っていますので、まさに今言ったその働かされ方を直すっていうことが学生が本来の学ぶ場を作り出していく上でも決定的なこう条件にあるというところを、ぜひ皆さんと一緒にね考えていければなと思っています。例えば以前に比べて製造業などでの仕事って本当に少なくなってきていると。でそういう中で経済全体のサービス化が進んでますから、サービス関係の、対人営業などの仕事がどんどん増えている状況がありますよね。でそういう点で言えばなかなかやっぱりそういうので馴染めないということっていうのは傾向としてはあるんだろうと思うんだけど、最初に紹介されたこの配布されている資料のこう左上で3年以内で辞める人っていうのが7割にも及ぶっていうのは、これはね、その働く質の問題がある。つまりもう最初から今言ってるの営業だったら営業でね、1日何件訪問しろとか月に何件っていうノルマとか、そういったまずにその収益中心の働かされ方っていうのが、新入社員であれば蓄積そのものがないんだから、いろんな困難に直面したときにその困難を克服する、そういう環境なしにさらされるっていうことでは、やはり何年も続けられないと思うのは当たり前で、今言ったように企業が短期的な収益を求めるようなスタイルに変わってきてるっていうのがこの間の大きな変化としてあるわけで、そういう意味でも以前は企業内でその教育が行われてたわけですよね、社内教育が。でそれをどん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 削って、学生時代に資格を取りなさいとか、民間の資格を取るような学校に行きなさいとか、やっぱ企業側が内部でその社員の教育をするのを全部アウトソーシングをすることによって、企業のコストを減らす、逆に若者学生の負担を増やすっていう格好でやってるっていうことが、結果としてその入社以降の激烈な職場環境の中で続けられないとなってるっていう点での、そういったその仕事の質そのものがやっぱり以前よりもこう過酷になってるっていうことをリアルに言わなくちゃいけないといったときに、方向とするとやはり職業教育の重要性ってなると思うんです。自分は何かやりたいと思ったけれども、それのその資格なりノウハウなり、その積み重ねがあって初めてこうチャレンジできるわけだから、そういうのを増やすっていうのは本来その大学の中で求めるんではなくて、その社会に出たから身につけるっていう方向っていうのはあるわけでね、
そういった職業訓練学校などの活用も本来は視野に入れて、そういう経験を積み重ねた上での就職活動も保障していくような、そういう方向でまさにそのチャレンジできるようなね、そういった能力を持つということと同時に、今の企業のまさに儲け本位の在り方そのものも社会的なあの働きかけの中で改めさせていくっていう取り組みを通じて、本当にこう自信持って誇り持って働ける、そういう環境っていうのを、ね、作るっていう方向にこそこう今踏み出す時じゃないかなと思っているんですけど、自分がやりたいことを見定めて、そのためにいろんなあの力をつけていきたいと思うのは当然のことで、そういう環境をどう作るかっていうことが大事だと思うんですよね。でも今大学に行っても4年間の学生生活がありながら3年生から就職活動でしょ。そうするとそれ自身が大学の中でしっかりと自分の力をつけていきたいという思いと乖離する事態になっているわけですよね。で、大体あの3年生からね就職活動やってる国なんて他にないですよ。日本だけの異常なんですよこれ。それはやっぱりね考えなくちゃいけない。で、普通大学で学んだことはいろんな形で資格として、まあ、卒業時に付与されるわけだけれども、本来その大学の卒業時に自ら持っている資格だとか能力だとか、これで企業と本来は交渉というか就職活動があってしかるべきなんですよね。で、少なくない国は今そういう状況になっているのに、日本はまだ資格も取れていないのに、まだその学業の途中なのに企業に自分を売り込まなくちゃいけないっていうのは矛盾なんだよね。そうすると企業側もその人の本当の能力とか力とか魅力っていうのが分からないうちに採用するっていうことにもなるとしたら、本来企業側にとってもそういうやり方っていうのは望ましくないはずなんですよ。で、実情っていうのは一部のやっぱりトップ企業ですよね。で、大企業が囲い込みをしてるっていうのが実際にあるわけでしょ。で、そういう中で先ほど言ったようなこの間のその働く人の雇用形態を一握りの、まあ、トップエリートの正社員は雇用を確保するけれども、それ以外は専門職とかそれぞれの一般職で必要に応じて採用するっていう雇用形態になっていることが今の就職活動そのものを全体として枠を狭めて困難にしているわけだから、あの諸外国と比べても異常な3年から就職活動を始めるようなあり方っていうのを改めて本来の資格を持った立場で就職活動をスタートさせるような協定を企業側とそれから学校側とあるいは政府も入るような三者協議会っていうのは今も作られています。で、そういう意味でもそういったのをきちっとルール化するっていうことを改めて今求めていくっていうことが学生の方からもね大いに声を上げていく時じゃないかなって思ってます。で、その上で先ほどあの質の話をしました。で、実際に今多くの企業での質の劣化、ブラック企業みたいなのも含めてね生まれてるっていう質の劣化の問題がある。これ自身の改善も必要だし、合わせて量が決定的に少なくなってるわけですよ。で、その量をやっぱり増やすっていうことをやらなくちゃいけないと。で、そういった時によくワークシェアリングなどと言われるように、その労働時間を短縮することによって雇用を生み出すっていうことがあります。で、これなんかはEU は今 EU 全体で労働問題についての指令、労働指令っていうのを出していますけれども、それは原則1週間の労働時間っていうのは48時間以内にしなさいねって考え方なんですよ。で、今の1日7時間ぐらいの労働で週5日だから週35時間っていうのが原則の上に時間外労働があったとしても48時間を上限にしますよっていうことを一般のルールにしているのがヨーロッパなんです。そうすると日本の状況は1週間48時間を大幅に超えるような働かされ方を多くの人がしてるんですよ。で、フランスとかドイツは1年間の労働時間が1500時間ぐらいです。で、イギリスでも1800時間ぐらいですけど、日本は2000時間を超えます。ですから EU 指令で言ってるような週48時間以内の労働時間に制限をしましょうねということになれば、その上の分の仕事を誰かが担うことになると、つまり新しい雇用を生み出すことになると。で、その量っていうのが
日本の労働時間で換算すると300万人分なんです。ということは今の完全失業率の数と同じなんですよ。でそういった今の働かされ方を改めるっていうことと合わせて、この労働時間のこういう長時間過密労働、過労死を生むような働かされ方を改めるということと一体に雇用を生み出していくということで、全体の量そのものを増やすということを通じて、やっぱり働ける場を増やすということでね、選択肢を増やすということにもつなげるということが今必要なんじゃないかなと考えてます。